はい、こんにちは。渋谷区議会議員、渋谷区では令和渋谷という会派を作っております。渋谷区議会議員、幹事長の堀木蓮人でございます。皆様こんにちは。ぜひともですね、令和新選組を国政にもっと広げていただいて、まずは消費税をなくす。そして、このデタラメの政治をやめると。首相、県知事、それから都知事、そして、市長、区長というレベルまで、本当にデタラメのことをやってる人が多いです。それに従わされてる公務員というのも本当にかわいそうなもんです。ぜひですね、公務員が、この国民のために仕事ができる、市民、区民、県民のために仕事ができるようにですね、世の中にしていくと。そして、消費税をなくすだけでなく、今度は、給付金などをきちっと整備して、国民のですね、生活を、心底を下から上げていただくという政治を令和新選組に作っていただきたいと思います。東京選挙区はぜひとも山本太郎。さらには比例候補いっぱいおりますけども、私は辻めぐみさんを応援しております。辻めぐみさんをぜひともよろしくお願いいたします。令和新選組ぜひとも、この東京選挙区は山本太郎。そして各選挙区のですね、候補。そして比例はですね、比例候補をぜひとも1名選んでいただきたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。